対大戦でシまる大戦は日本の総統州の僧侶である。1914年に佐賀県に生まれた。彼の母親は熱心な仏教徒であったが、彼の父親は彼にサラリーマンとして人生を送るよう望み、彼は二つの思いの間で揺れ動いた。そんな中、駒沢大学で沢木行動に会い、社会の中で善を実践するよう進められた。彼は、 実業家として成功し、海外経済協力事業団を設立したり、世界仏教平和運動を大谷光図らと共に実施したが、いずれも反対派によって失敗した。そんな中、沢木行動の晩年に出家し、その死後、異名により、フランスで禅を布教するを決意し、1967年にシベリア鉄道経由で等、デビストロースらの思想家やパブロピカソ、 アンドレ・マルローラと交流を持ち、多くの人々が彼の教えを受けた。時の永平寺寛寿山田霊林の命により、ヨーロッパ海峡総監に任命され、パリ市内二物国前寺、ブロワシ近郊に禅道年という拠点も設け、1970年にアソシエーション全インターナショナルを設立した。また、フランス人の弟子約80人を引き連れて、長野県佐久市の定商寺に、 全治治に訪れた。墓所は同時にある。彼はヨーロッパ各国に大西仏教第一道場など多くの道場を建て、また多くの著書を執筆した。テレビプロデューサーのデシマル一郎、映画評論家の西村雄一郎は息子にあたる。和文欧米文。ありがとうございます。